こんにちは、松本えなです。今日はね、私が最近買ったものをね、また紹介していこうかなと思っているんですが、今回はなんかハイブランドとかよりも私が日常的に使うものをたくさんね買ったので、ちょっとそういうちょっとアイテムを紹介していこうかなと思っております。何から紹介していこうかね。まずこれいきます。気になりますね。じゃーん、ドーン、マッサージ。これマッサージ、なんかこう私すごいね、撫で型でなんかこう天使の羽が埋もれやすいんですよね、背中の。わかる？肩甲骨ですか？天使の羽、肩甲骨とか固まりやすくて、あとやっぱパソコン作業も多いからさ、すごいやっぱ肩も凝りやすいから、これを買いました。でこれで毎日なんかちょっとストレッチしたりとかしてるんですけど、色がね意外とお部屋に馴染んでいい。そうですね、健康器具っぽくないですね。そう、なんかね全然リビングにね置いてるんだけど、なんか違和感なく置けるところがすごいこの色にしてよかったなって思ってるポイントです。で、これはね Amazon で買ったベルボディ、初めて買ったブランドなんだけど買いました。我が家結構ジム用品っていうの、ジム用品、トレーニング用品的な、そう結構ねあるので、またそれをまとめて紹介したいと思います。まあ、とりあえずこれ新入りなので。それどうやって使うんですか？これの上にこう寝っ転がって、ここにね寝っ転がって、このポールをねこう肩甲骨とかでこう挟んだりとかして、すごいねここを広げたりする運動とかでもよく使うんだけど、めっちゃ気持ちいいからぜひ皆さん試してみてください。しかも多分そんなにね高くなかった気がするんだよね。でも一番使ってるかも最近これが。じゃあ次が何にしよっかな。小さいやつから。はい、キャーン。それ何ですか？これね、新しいバームと、バームとワックスかなんだけど、これはなんか本当にオイルバームみたいな感じで、なんかこうまとまりとか束感をつけるためのワックスになっていて、新入りの子です。もうねちょっとだけ使ってるんだけど、これもね香りがいいんだよね。でこれ最近私もうずっとこれ使ってるのと、あとこういうさタイトでピタッとしたいけどちょっと長さ足りないみたいな時あるじゃん。そういう時はこれが本当によくって。見たことないでしょ？ないです。これね開け方かわいいの、ほら。あ、本当だ。宝石箱みたいな開き方するんだけど、これね最近私がちょいちょい使ってる、ハードにピタッてしたい時、モード感出したい時にこれ使ってる最近の新入りヘアグッズです。ニューですね。ニューです。気になります。これ使ってね、またちょっとセットするね。はいはい。じゃあ次、またまた日常系なんだけど、はい、これマスク。最近よくしてますね。それそうね、最近よくつけてる。なんかたまにさ、やっぱちょっと可愛いマスクつけたいなみたいな時あるじゃん。あと服がちょっとシンプルすぎて物足りない時とか、あと服がちょっとメンズっぽい時とかに私よくこのマスクをつけるんだけど、ちょっとヌーディーな感じで、ね、つけやすいし盛りやすいので、これよく最近つけてるんだけど、これはね多分インスタ広告か何かでねこうフンって出てきて、でたまたま本当にポチッとした感じのマスクで、まんまとポチったんですね。そう、だからどこのマスクかちょっと分かんないんだけど、この辺に貼っときますね。あ、ぜひ教えてほしいですね。うん、でもね色もいっぱいあって、結構ねつけ心地もいいので、結構ねおすすめだよこれ。かわいい、後ろ姿もかわいいですし、横側もかわいいですね。ちょっと漏れるよね、はい、これすごいおすすめで、しかもねそんな多分高くなかったと思う。あ、じゃあちょっと参考にチェックしてみます。そして次が大物いっちゃおうかな。あ、何ですか？大物いっちゃおうかな。何ですか？ダダダーン、じゃーん、カメラ買いました。買っちゃったよ、ついに。ついにですね、念願の。そう、今までねライカで撮ってたんだけど、やっぱりちょっとピント合わせるの大変だよね。もうね自撮りなんてできたもんじゃないよね。自撮りは難しいですね、ライカだと。もう本当に本当にもう大変で、もう私は結構すごいねそれがストレスだったので、やっぱ動画を撮るにはなんかこう YouTube しやすいカメラがやっぱあった方がいいなって思ってこれ買ったんだけど、めっちゃ楽。
しかもなんか家族旅行の時とかもこう適当にいいですね、そうペッてカバンの中入れてさって取れたりするし、あのすごい動きの早いうちの子供たちでもこう逃さない、逃さず取れるところが本当によくって、でなんかこうこういう感じでさ自分の顔が見ることができるから、それもいいですよね、こっちばっか見ちゃうんだけどね、はいはい、あカメラ目線も忘れないでくださいねそうそうそう忘れちゃうんだけど、でもすごいねあの YouTube 環境良くなりました、あよかったです、うん、簡単、なんかゆるっととかも自分でこれから撮れたりしますね。たくさんゆるっと企画やっていくから、ゆるっと企画ばっかりにならへんように注意していく。そうですね、たまにライカさんも使いましょう。はい、で次なんだけど、もうみんなね知ってると思うけど、じゃじゃじゃん、クラネ×木島孝之さんのこのめちゃめちゃスーパーウルトラ可愛いハット買いました。可愛いですよね。私はねあの2種類買ったんだけど、まずこちら、もうこれさ日よけバッチリで、はい、もう本当にねかぶりやすいし、これあのカバンの中にさこう折り曲げてさこういう感じで入れても全然大丈夫なので、私すごいいいなって思ってても、全国のママさんとママじゃない方、全国のレディーですね、おすすめです。めっちゃ可愛いと思う。めちゃめちゃ可愛いです、うん、であの木島さんであの売ってる帽子よりもちょっとあの女の子要素があの多くなっていて、結構なんか木島さんの帽子ってメンズっぽいアイテムが多かったり、作りがメンズっぽい感じのものがやっぱり多いんだけど、なんかね今回この頭部分をちょっと丸くしたりだったりとか、ちょっと可愛いリボンつけたりとかして、なんかね本当にガーリーな服とかにも合わせやすく、あの本当可愛いワンピースとかでも合うように作っていて、でもなんかちょっとモードにねかぶってもすごい可愛いと思うので、私もこれ本当おすすめで、なんだったらあともう一色ブラウンの方もちょっと買おうかなって迷っています。いやこれからの時期絶対この日よけ対策大事ですもんね。え絶対使うと思うよ、ね、毎日使っちゃうかな。あとお出かけの日絶対かぶるよ ね、しかもその畳めてこう入れられるのがそういいよね、めちゃめちゃいいです。それがねやっぱり木島さんの帽子って本当そういうところちゃんとしてるから、ね、やっぱ嬉しいポイントだよね。あと海とかプールにも絶対これかぶっていくと思うので、そうですね。え黒も絶対かぶってください。黒もかぶってほしいです。これもこれでねめちゃめちゃ可愛いんだけど、あの黒とアイボリーの2色作って、ね、私は黒の方を買ったんだけどね、これもなんかこういう感じでモードじゃない？本当に素敵。でこれもさあのつばがねちょっと自分で好きなようにこう動かせるように作ったので、普通 あのこういうハットよりもちょっとつばも大きめにして、もちろんこれもちょっとあの女性が似合う感じにあのちょっとあの形も変えてるんだけど、もうこの動かせる感じとかすごい可愛いし、カジュアルすぎないし難しすぎないし、めっちゃおすすめだね。これも本当にね、かわいい。これ絶対買った方がいいと思うな。もうだってさ、こうもね出ないじゃん。こういうそうですね、コラボレーションならではの形ですしね。うん、そうでこれもあのこうやって折りたたんでカバンの中にピッて入れれるからすごいおすすめで、本当に焼けたくない方とかにもおすすめだけど、ファッションとして被りたい方にもすごいおすすめのアイテムなので。意外とねこのどっちもの要素あるってなかなかなくないですか。ないよ、ね、おしゃれでしかも機能性っていうか、このクシュッてできて入れられるとかってないし、あと本当にねこのなんだろう、カジュアルな帽子が結構多いじゃん、はい、帽子って。でもなんかやっぱモード感と女性らしさがあるっていうところが、ね、なんか本当にね木島さんとコラボしてなんかいい塩梅にこう合体できた感じがすごい、木島さんの良さもしっかり入りつつ、なんかこうクラネとのコラボ感がしっかり、はい、出た、すごいいいコラボになったなって思って、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、で次なんだけど、またスニーカー買っちゃってね、もうどんだけ買うんって感じなんですけどあの今回はあのアグのスニーカーを買いました。あ珍しいですね、アグこれまだ履いてないんだけど、アグってさやっぱボアのあのイメージがあるじゃん。そうですね、でも意外とねモードなスニーカーが発売されていて、色もグレーでなんかソールも高めでねかっこいいの。本当ですね。でこれだったらなんか女らしくなんかちょっとモードな感じでカジュアルに なりすぎない感じで履けるなって思って、このねグレーとベージュの組み合わせもすごい可愛いなって思って買いました。で
ちょっとソールが高いところもさ、私はおちびちゃんだからすごく嬉しいポイントです。で、次またスニーカーなんだけど、あの今回あのまたホカの、あ、新しいの買ったんですね。そう、なんかさ、これから梅雨が始まるじゃん、はい、でちょうどね、私が見つけちゃったんだけど、このスニーカーはあの前のスニーカーは普通に歩きやすいスニーカーとして買ったんだけど、これがね、あのゴアテックスとビブラムソールになっていて、あの雨は弾くけど汗はちゃんと発汗してくれる、ちょっといつもの多分他のスニーカーよりも機能性スニーカー。めちゃめちゃいいですね。それさ、あの私がときめいたポイントがね、はい、あの白なのに雨の日履けるって嬉しくない？確かにそうですね。そう、私雨の日はもう大体黒い靴をあの履くんだけど、やっぱ白のスニーカーとか全然怖くて履けないじゃん。でもやっぱりあのすごいいいなって思って私これ買いました。多分梅雨時期毎日これ履いてそうな、ね、レインシューズとしても履けちゃうのめちゃめちゃいいです。色もさ、なんかワントーンでね、いい感じにまとまってて、はい、これも全然私すごい履くと思うし、ソールもやっぱりこれもちょっと高めになってて、なんかバランス取りやすそうだなって思ってこれ買いました。じゃあ最後、じゃじゃーん、クラネで買ったものは、すっごい多分ここで開けても分かりづらいアイテムだと思う、はい、何ですか？ここで紹介するべきものなのかも果たしてちょっと謎なんだけど、すごい長い、長いでしょこれさ、あの、あ、分かるかな、はい、このオフショルダーになるワンピース、はい、これはあの私この5月買ったアイテムの中で一番おすすめ商品なので、はい、まあ、一応これを紹介しときます。他にも買ってんだけどね、クラネのお洋服は。正直そうですね。でもちょっとここで全部さ紹介するとちょっとね、尺的にあれだからピックアップアイテムですね、はい、一番おすすめのこれを紹介します。これ買いました。もう私も大好きです、それ。え、でもこれ大好きこれ大好き、かわいいこれはめっちゃ着るよね、はい、はい、オフショル 2way のワンピースですね。そうです、もうこれは皆さんにもとってもおすすめで、私自信作なのでぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、はい、ということで私が、買ったもの、5月に買ったもの特集が、ザザッとこんな感じだったんですけれども、まあいろんなものをなんかね、いろんなもの買うよね、やっぱりちっちゃいものから大きいものまでさ、買い物ねするよねっていうことで、結構今回日常品でなんかこうまとめたんだけど、多分最近ねちょっと家のインテリアも変えたりとか、観葉植物もすごい増えたりとかしてるので、またそういうのも紹介したいなって思ってるし、なんかね、まあ、絶対こういうのまた買うんで、はい、この企画は定期的に もしかしたら本当にもっと日常品になってるかもしれないしね。あ、でもそういうのも知りたいんじゃないですか、日用品。そう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 、でもそういうねちっちゃいやつからまあブランドものとかさ、なんかそういうもので買ったものをどんどん紹介していこうと思ってますので、はい、チェックしてみてください。ということで今日